イケメン有利すぎ、ブサイク不利すぎ。そういうお前も外見で判断してるだろう。本能やから仕方ない。イケメン美人金持ちが有利とかそりゃそうよとしか。SNS のせいや。無理やこのまま日本は少数精鋭化していく。美容整形にも保険適用させてほしいわ。他の差別が少なくなった結果がこれ。ルッキズムとか言うなよくさ。ブサイクって言われたくないって言えよくさ。でもお前も可愛い子好きやろ。純粋に能力や内面だけで評価される社会になった方がきつない？多少はごまかせる見た目の日じゃないで。見た目も内面もほどほどでええやん。みんなエリートや貴族みたいに生きようとしなくてもええやろ。女お顔じゃなくて、中身で似てる男なんてほとんどおらんやろ。顔はそこそこでええんや。車買うときスペックと値段が一緒やったらデザインが良い方を選ぶやろ。まあそらそうよ。ましてやデザインもダサくてフォルムももっさりしててエンジン性能も大したことなくておまけに燃費も微妙やったらね。整形すればよくね。あと男はそんなにルッキズム社会でもないやろ。こう言ってるブサイク本人ですら身の程に合ったブサイク内政受け入れてないんだから絶対無理。これだわな。身長はどうにもならないけど髪と顔は金で、体型は努力で確実に変わるからね。嫉妬したブサイクになればよい。単一民族国家の宿命やで。中国も韓国も例外なくルッキズムやから。差別は人間の本質。人種差別の概念がない国は容姿差別になる。どうしても差別は生まれるんやな。臭いもんに蓋をしても解決にならない定期。人間の本能に逆らおうとするな。最低限こなしておけば問題ないレベルならええやん。就活で実感するよな。絶対顔で選ばれてるわ。学生時代は勉強しとけなんとかなるけどそこで初めてあれ？ってなるんよな。すまん。卒アル文化なくなるやろ。プライバシーがなんとかって話から始まって。同じような顔したお前の親父でも結婚できてるんやぞ。親の時は SNS なんて発展してないし。何の関係があるのか。イケメンが職種伸ばせるようになるやん、あらゆる女に。そこら辺でナンパしてるのと変わらんやろ。価値観が多様化した結果、見た目という最もわかりやすい指標に殺到してるのが興味深いよな。言うほど多様化してるか？何がどう有利なのかまず言えよ。イケメンがネット駆使してナンまたもする。女の恋愛対象基準がイケメンになる。ブサイク終わる。みんなで VR に潜れば少なくとも見た目は平等になるで。ところがどっこい一般的に良しとされる見た目の中でもまた優劣があって結果的に見た目の選択肢が多様ではないというジレンマが起きとるんや。男の好みは十人十色やから女の見た目の良さってのは割と多様性あるやろ。女は他人がいいと言ったものをいいと思う癖があるから男の見た目の良さは確率的になりがち。絶対になくならんさというものがある限りな。他人と比較するのは原始時代からの本能だからな。テレビで容姿いじりができなくなってるのに、テレビに映ってるタレントは芸人とかも含めて顔立ちの綺麗な人ばかりという矛盾。昭和平成のテレビ画面なんか小汚いおっさんばっかり映っていたというのに。その程度の矛盾はむしろ当然で別に外見に限らない。学歴で選ばれても低学歴いじりをわざわざする必要がないのと同じ。芸能人とかは当然としても身近な職業なら女性の受付やウェイトレスくらいでしょ。外見有利とか大手なんて女はほぼ顔採用やでマジでブスおらん。顔採用というよりは顔面も最低限必要な基礎能力の一つとして見られてるってだけやで。よっぽどのブサイクじゃなきゃ身だしなみ整えてやなんとかなるやろ。見た目はよっぽどのブサイクはどうしたらいいのかは知らん。顔が良い人がモテるのはしゃあなくない？別にそこに差別的意思はないやろ。顔がいい人がモテるのはしゃあないにしても容姿が劣る人間をバカにしていいってのは差別的以外の何物でもないからな。それ言うたらルッキズムだけやない。今は何でも弱者は叩けやん。自分より下見てマウント取ったつもりで小さい自分をごまかしてるんやろ。だからそういうのは差別的やしやめようねって話やん。じゃあ声を大きくして言ってった方がいいぞ。そうネット時代やからノイジーマイノリティからエコーチェンバーかかっていつの間にかセロンみたいにキッズが勘違いしてるから。ワイは強制始めたで。少しは見られる顔になるやろ。っていうか整形したらええんちゃうの？今10万もあれば20整形とか目元いじれるし、鼻だって30万もあれば高くできる。金で解決できる問題を社会全体のせいにするのは間違いでは。顔立ちは良くなっても身だしなみ整えないから結局ブサイクやぞ。ルッキズムじゃない生物なんていない定期。クジャクですら理解できる定期。我々は知的生命体ではないのか？野生からの脱却は不可能なのか？人間も言うほど知的じゃないやろ。一部の頭良い奴が引っ張ってくれてるからここまで文明が発展しただけや。理性と本能を二元論的に区別して解釈することがそもそもの間違い。キリスト教的洗脳に侵されてるで。今ってほとんどネット恋愛だよな。Y の好きな子もイケメンとネットで出会っていっちまったわ。SNS は別として実際に会った時に人が判断してるのは顔の作りよりも表情。よっぽどのイケメン、よほどのブサメン以外はそこで印象が決まる。ブサイクでも笑顔が素敵なら愛嬌があると言われるからな。そうそう。というか、人間は無意識にいろんな部分を見て相手を判断してるから、内面がいいやつで明るければブサメンと判断されないから、少なくともブサメンだから差別されてるとかは感じないはず。人間がそんな賢いわけないだろ。人間も動物も本能的な部分は賢いんやで。話してる時も無意識に相手の声質とか強さとか表情で受ける印象全然違う。YouTube 越しに音声聞いたって一瞬で相手の年齢性別雰囲気想像できるやろ。見た目の情報量はもっとあるんやで。SNS ならなおさら顔関係ないやろ。
いくらでも加工できるんやし。誰にでも長所はあるし誰にでも欠点はある。容姿だけやなくて勉強できるかどうかや運動神経も人によって優劣はあるやん。自分の強みを伸ばしていけ。Y に強みなんてないが、何やったって Y より上な奴なんていくらでもおるが。お前より下の奴もおるんやからそいつら見下して優越感持てよ。ネタんでもしゃあないやろ。恩恵受けたいなら整形すりゃいいし。整形しないと他の奴と並べん時点であかんという話や。競争で一人だけスタートラインがめっちゃ後ろの状態。そんなの顔だけの話じゃないやん。親の収入や習い事とかいろんなところでスタートラインは平等じゃない。だからしょうがない。今のままでいいやは政府の怠慢やろ。顔は関係ないだ。じゃあ Y がこの性格で高身長イケメンだったとしても彼女できないって言えんのか。整形したら下で叩かれるんだよな。涙袋つける整形は、目の下にナメクジがいるって言われてて笑った。この発想が意味不明なんだよな。じゃあブサイクのまま呪詛吐きながら一生送るんか。本人の自由やけど叩かれるのもしゃあないやろ。そもそも容姿の良さって遺伝子の優秀性とか遺伝的多様性の指標やからな。そこをいじるのは経歴詐称みたいなもんや。メタバースもっと普及させるべきやな。アバターが本物の自分と思えるようになれば解決や。清潔感出すための努力すらもしてない奴がルッキズムやめろって声高に言ってんのくさ。なあ、清潔感ってなんや。よくルッキズムだとか言えたな。顔がかっこよく見えるかどうかや。肌の綺麗さと服装の整い具合かね。襟首ヨレヨレのシャツは着ないとか。どうにもならんからコミュ力でみんななんとかしてるんやで。ワイなんか大して能力ないのに給料ガンガン上がるからな。イケメンでよかったわ。イケメンってツイッターとかでも女あさってるんか。ルッキズムじゃなかった時代なんかないやろ。ワイも中高の頃モテなくてアニメやゲームに投資してたけどこのままじゃあかんって思って大学でホストでバイト始めたんごね。どうにかなったとして君らの内面のドブっぷりが明らかになるだけだろ。人生なんてほぼ女のに実力と思って生きにくい社会を正当化してる人類さんが意地すぎる。髪と眉毛を整える。ヨレヨレの服を着ない。愛想よくする。これだけやれば健常者扱いしてもらえるのになんで世はおはやらないにゃ。靴忘れないで。スネハラも。デブハゲでも終わるし出っ歯豚鼻でも終わるし脇がでも終わるぞ。適期愛で痩せろ。アデランス行け。強制整形しろ。脇が手術しろ。これ全部やる頃には時間も金もなくなっとるっての。髪と服に気を使えば誰でもそれなりに離れるやろ。イケメンは髪と服装がボサボサダボダボでも問題ないと思ってるらしいぞ。若いうちは割と許されるぞ。そんなわけないやろが。普通友達が一人でもおれば指摘されて直すねん。そりゃ強者男性は友達がいるから指摘してもらえるね。友達すらおらんのかお前。おらんから言っとるんやが、相談する相手すらおらんのや。何もわからんのにルッキズムが悪いことだけははっきりしてるんやな。都合のいい生き物だよ。人間の価値は見た目じゃないけどそれに気づける年齢になる頃にはもう結婚とか終わってるんだろうな。いや見た目だぞ。見た目が悪いと就職すら不利。見た目を取り繕えない奴は人からどう思われるかを気にしない理解できないってことやから中身も終わってるやろ。まあ世の中不平等なことなんて顔以外にも色々あるし考えすぎたら負けやろ。容姿優れてる人間が有利なのは当然として極端すぎるのがあかんのやろ。今はルッキズマ行きすぎてて男はひもて多数、女はイケメンに遊ば冷静に求める水準上がり。容姿強者以外が不幸になりすぎてる。大学生の時に就活やって誰もが実感するようなルッキズム。選考進むたびに露骨にチーグー顔のやついなくなっていくし。ぶっちゃけそれに関しては男なんかより女の方がよっぽど悲痛な問題やと思うわこれ。Y の職場の女ガチで絶世の美女しかおらんくて普通に不気味や男はいろんなタイプがおるけど。クソわかるわ。覇気のない陰気はどんどん消えていく。ルッキズムをどうこうしたいってのがそもそも学歴差別をなくてぐらい無理な話。ここ数年で男には永久脱毛スキンケア化粧を求められて女には整形まで求められだしたの割と狂ってるよな。ビジュアルが良い人間と同じ空間にいると幸福感を覚える物質が分泌されるらしいやん。本能的にそういうものなんやろ。歯列矯正と二重整形の序列同じくらいになってきてるもんな。手軽さでは圧倒的に二重整形だし。コンプレックス産業で稼ぎたい整形大国が隣にあるからな。あっちは髪型も服も顔も流行ると全員それと同じになるから選択されなかったファッションブランドが売れなくて頭抱えるレベルで多様性のない量産型だらけや。そいつらの子孫がこれから困るだけだし別にええわ。家の探求を止めることはできんで。就活で実感するのはマジでわかる。説明会インターンやとメガネかけたいけてない感じのやつたくさんおるけど、内定者懇親会行くと明るくて顔が良いやつしかおらんね。ワイもイケメンになりたいんだがとりあえず化粧は BB クリーム塗るのとコンシーラーで隠すのから始めればええんか。ちゃんと下地作らんと肌に乗らんぞ。粉も叩いた方がいい。男はテカリがちやからテカリ抑えろ。化粧落としは絶対しないとすぐ荒れるから保湿と一緒に徹底しろ。ニキビ跡とかあるならダームペン4とかから始めるんやで。あとヒゲ脱毛やな。化粧はその後や。見た目を良くする努力をしない雑魚が多すぎる。男はぶっちゃけ清潔感気にしとけばチビも童顔もよほど美人狙わない限りいけるとこある。その点最初から清潔感常備がデフォの女さんは厳しいなって思う。美人をブサ発面がブスがイケメン狙おうとするから悲劇は起こるんやないか。
これ事実なんやけど清潔感って言葉がこじらせてる部分も多いと思う。風呂入ってるし洗濯してるから清潔感 OK って勘違いしてるよ。があまりにも多い。それは確かに。ワイも高校途中くらいまで風呂入って洗濯されてる服着てるんやから清潔やろがとか思うてたわ。モデルや俳優という職業がある限りルッキズムはなくならない。見た目も能力のうちやからね。ルッキズムを肯定するわけやないが、身だしなみ整えとる人の方が仕事できるのは確かやわ。例えば日本のトップオブトップの社長孫正義也が整ってるか。髪の毛以外はスペックがいいからな。イケメンは一つの能力と考えよう。能力がないならその分他の補う何かがないといけない。子供の時からルッキズムに飲まれると恩恵を受けない子は自己肯定感が低くなるから、ルッキズムは絶対にあかんと思うわ。容姿に関しては言われて嬉しいことも言わない方がいい。何これ、ポリコレ。ポリコレ進んだところで男性って属性持ってるだけでバトルには不利やで。会社に若い女おらんからワイには関係のない話や。見た目整えない奴はそもそも土俵に立ってすらないって自覚しないとあかんよな。化粧するならまず肌を整えてからや。洗顔保湿をちゃんとして食生活を気をつけろ。なんか最近は女は顔よりスタイルやと思ってきたわ。はい、ボディメイクで美ボディならなね。まずは骨格ストレートの矯正からや。まず異性に相手にされたきゃここで愚痴ってないで外出た方が良いのでは。女の方が男より中身見るよな。中身って価値とか年収とか業者要素。努力って便利な言葉だよな。してても言われるもんな。努力ができるのは才能や遺伝やな。まあそう入っても努力してないよな。努力ってなんや、もがくことか。そうやな。結果出るまでもがくことやな。結果出ないなら妥協点探して努力した方がええと思うで。あんだけでかい爆弾投げられてもピンピンしてるジャニーズ見てたらわかるだろ。今後もずっと変わらんぞ。インスタに垢抜けさせてくれる美容師とかおるやん。そういう人に頼ってみるのもありや。仮にルッキズムがなくなっても弱者男性は違う理由で虐げられるやろ。劣ってるのが容姿だけならそもそも弱者になんかなってない。美人は旨味多いけど女の嫉妬とか変な男寄ってくるとか色々と大変なんだよな。これよく言うけど金持ちが泥棒に狙われやすくて大変なんだよね。言って言ってるようなもんやろ。本当に美人で困ることがあるならブサイクに整形することが流行っとるわ。美人に整形するブスがおってもブサイクに整形する美人はおらんのが全てや。いわゆる自虐風自慢やね。化粧までは最悪せんでいいから最低限髪眉ひげは整えるべき。あとはブスッとしてないで笑え。歯磨き口臭ケア爪切り体臭ケアもやな。これすらしとらんのがおる。まあでも顔もスタイルも性格もいい方がいいよ。ついでに経済力もあった方がいいし家庭的な方がいい。女の同性の中での格付けはひどいからな。しゃあないやろ。誰やかて美しいものが好きなんやしたい子の昔からずっとそうやん。それを否定するとか頭おかしいんか。一つアドバイスするとおたさあの姫とかあんまり可愛くないアイドルとかクラスで中の上くらいのこれくらいなら俺でもいけるかもって思うくらいのやつが一番見た目とかスペックで相手を見がちやぞ。容姿だって生まれ持った才能の一つやと思うで。ルッキズムやない。単なる資本主義や。ハリボテでも良いから高スペックに見せかけろ。でも街中見たらみんなブサイクやで。偏差値が高い高校大学ほど容姿レベルも高くなるし、一流企業に行けばマジでイケメンと美女しかおらん。これはルッキズムじゃなくて能力で評価した結果や。いやそれルッキズムの結果やぞ。美女はブサイクやが金持ちの高学歴男を捕まえるし、その子供がいい感じに母親譲りの容姿なればそうなる。それはルッキズムではなく自由恋愛の結果や。自由恋愛の段階でもルッキズムが入ってるぞ。一つ言えるのはメガネは絶対に外した方が良い。これは本気で。これはマジよな。メガネ外してコンタクトにするだけで印象かなり変わる。まあ面倒やからメガネしてるけども。彼女はともかくとして友達おらんのは見た目の問題ちゃうやろ。コミュ力が致命的に欠けてるか性格が壊滅的かどっちかや。ルッキズム云々じゃなくて人間性の問題ってことを自覚しないと進まない。見た目が悪いゆえにそこまでこじれた可能性のが高そう。親の影響しかり歪むのには理由がある。友達おらんでも不自由ないやん。飲みに行くのも行きつけのバー作っていけばいいし。外見そこまで気にしたことないけど、外見で困ることってそんなにあるか？みんなで頭とか眉毛とか整えるのやめようや。清潔感出したいなら T シャツとフランネルシャツをやめるべきやと思う。それ以外ならシワシワでなければ大差ない。デニム履きたいなら綿100以外買うな。ルッキズムで割と恩恵受けてるよりの人間だけど、絶対に整形もやりとく。実際やらなきゃよかったとかいう声はあんまり聞いたことないし。整形してるやつは最初から対象から外してるやつ相当いるから普通に損やと思うで。黙ってやわからんよそんなの。ルッキズム良くないとは思うが、結局ルッキズム社会に生まれて育ってきた時点でワイもルッキズムの呪縛からは逃れられへんねん。弱鬼救えよ。人が生まれ持った部分をバカにされるのはあかんよね。自分を良くしようとせんやつは論外やが努力してもどうしようもないところもあるやん。結果やなくて家庭を見てあげてほしい。ワイ一生独身が良いって昔から思ってたんやが、ルッキズムのおかげで上の上以外は独身を選ぶようになって世間的に暮らしやすくなって嬉しい。容姿磨けって主張はルッキズムがあることを肯定してるも同然よな。見た目って生まれ持ったもので判断されるわけちゃうからな。コスト払って自分たちと同じ土俵に立ってことやからな。これはそいつらと同様に差別するやつの再生産や。いや別にそれでええやろ。美容院行けよ。
美容整形保険適用したらみんな幸せ。精神科安くしてやる方が効果的だな。わい、精神産休手帳持ちやから自立支援で心療内科精神薬1割負担だわ。ルッキズムルッキズム言ってるやつは SNS 立った方がいいな。まあでも親ガチャな面もあるよな。わいも最初は服なんて髪型なんてどうでもいいと思ってたけど、親にそんなみっともない姿で外出るなって育てられたから、最低限不快に思われん程度には気を使うようになった。そうやってちゃんと言ってくれる人が周りにおるとええよね。美男美女金持ちにくいのはわかるけど、結局配られたカードで勝負するしかないやん。容姿と性格どうにかしてドローしまくるんや。いつかいいカード引けるで。確かに身だしなみは大事よ。ただ整形中毒やインスタで顔もりもりな社会が健全なだと言えるのっていう。それはまた別の問題ちゃうか。いや、そういう話でしょ。過剰なルッキズム社会が整形中毒を生んでるんでしょ。ルッキズム社会が生んでるんじゃなくて、整形してもいいじゃんっていうメディア戦略と大量の広告が整形社会を生んでるだけ。急に人がルッキズムに目覚めたりわけではない。理想が高すぎるんやないの？周りのカップルよく見てみろよ。言っちゃ悪いけど言うほど美男美女じゃないよ。いや、普通に身長高いしイケメン多くね。それは美男美女カップルが印象に残りやすいんじゃない？遺伝子は変えられない。金なんてなんかのきっかけさえあれば手に入る。最悪運良ければ株やらでも逆転は可能。顔だけは無理。整形しか手段ない。わい、美人や可愛い人好きやからルッキズムでいいけどな。別にルッキズムあっていいんよ。世の中顔じゃないよみたいな綺麗ことが丸ぬほどムカつくんよ。ほんそれ。わかるわ。真に受けたバカが悲惨なことになるからな。どうせルッキズムなんやから募集要項とかに顔面偏差値40以下お断りって感じで書いといてほしいよ。ルッキズムが行き過ぎてるのがあかんわ。特に整形して当たり前、不細工は整形しないといけないみたいなのはやばい。整形なんて金もそうだけど健康面も心配やろ。でもやった方が良いのは確かやわ。美人と不細工なら明らかに美人の方が得するもん。頭の良さとかクソどうでもいい。顔で人を差別する風潮はゴミだけど、映画とかの芸術作品でイケメン美女を排除するのはほんまにやめてほしい。大抵において美しくないんだよ。非日常感を求めてるんだから美男美女がいいよな。顔が良くて損することはほぼないからな。ファッション界のモデルさんは、演劇やテレビ好きから昔からよく攻撃されてる。ここからわかるように人には好みがあるんだよ。顔がいい方が相手方への印象もいかったりするからな。しっかりと仕事に関係するパラメータなんよ。栄養とかならそうかもな。でも大抵の仕事は受け答えしっかりしてれば何の問題もないで。わい、29やけどさすがに若い時ほど世の中顔ってことに怒りはなくなってきた。父見たらわいがこういう人になるのは必然だよなって感じ。イケメン有利は昔からやぞ。ネットの発達で可視化されただけや。まあ心までブサイクになるなって話よ。せやな、悟れって感じ。まあ若い頃は難しいやろけど。何時移民ってマジで様式にしてるやつ多いんだな。全てに無頓着なのかと思ったわ。自分磨きは大切やけど、過剰なダイエットや整形に陥るほどメンタル追い込まれない方がいいよな。心理学科なんかの授業で、中高年の悩みは健康や家族仕事が多いけど、大学生の悩みの1位は容姿についてだったって先生が言ってたわ。へえ、現代の大学生は暇だな。大学から制服じゃなくなるしね。整形まではいかんでも脱毛ぐらいなら普通にしたいよな。鼻から上に生えてる以外の毛なんか自分としてもキモいだけやし。ヒゲくらいなら20万でなんとかなるしな。ヒゲだけでそんなするんか、弱鬼厳しすぎる。全身やったら何十万するんや。全身なんて必要ないやろ。ヒゲ整えて似合うタイプの人間じゃないならヒゲくらいは脱毛しとけって話。顔周りの毛剃る頻度も減るから実質スキンケアやし。自分と同レベルの相手を探すだけやな。青春真っ只中、南人民多いんやな。モテるやつだって努力してるが。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。